カメラスタムラです。カモシどうもヒトです。はい、マンチェスターシー2人補強しました。いやトントントンと本当にね獲得しましたね。ポンポンって、また明日も来るんじゃないかなそんな今日の獲得はこいつみたいな。ねえ、デイリーボーナス、デイリーボーナス、ログインボーナスみたいだね。はい、これカットじゃないですか、僕はい、ということで、はい、まあね、フェラントーレスと、はい、アタナケの移籍が決まりましたということで、ね、なるほどなるほど。まあ今日はこの2人の選手の、はい、まあ、特徴だったり、はい、まあ、使われ方だったり、そうですね、まあ、ね、をまとめた一本動画にしていきたいなと思っております。ね、シティにハマるのとかね。そうですね、どういった活躍するのとか、うん、まあ、そういうところ結構気になる。ズバリね、シティファンの私がね、はい、答えて差し上げましょう。迷える子羊大丈夫上げたぞハードルじゃあ早速、はい、行きますか。レッツゴー。はい、ということでね、まずは移籍の概要からお話しさせていただきます。はい、まずフェラントーレスですね。はい、来ました。こちら、バレンシアから2100万ポンド各29億円ということで、安いっすね。破格、はい、まあマックス出来高で最大44億ぐらいに。あー、なるほどなるほど。プラス15億たんでね、はいはい、なるらしいんですけど、まあまあまあ、このコロナプラスバレンシアのその状況とか、ね、状況もありまして、2100万ポンド。これはね、補強うまいっすね。ありえないですよ。これは破格ですよ。今ね、ちょっとワンシーズンブレイクしたら、はいはいはい、もうバカ価値が上がっちゃうので、はい、これを2100万ポンドでね、埋めたっていうのは最高な補強でございますね。そうですね。はい。はい、それ続きまして、アケなんですけども、はい、こちらは4100万ポンド。はいはい。約55億円での獲得ということで、はい、こちらはですね、確かなんかチェルシーの、はい、なんか値段設定みたいな、はいはい、チェルシーの値段設定が4000万ポンドみたいなんで、それ以上じゃないと獲得できないと、獲得できないみたいなんで、プラス100万ポンドをして、あれ4000万1ポンドじゃダメだってフェンゲル理論は大激怒されるんで、お相手さんにめっちゃ怒られるので100万ポンド追加してね、4100万ポンドを獲得されました。ちょっとね、55億円高いんじゃないかっていう声もあると思うんですけど、まあ彼ホームグロウン機、そうです、イングランドの、なんかそのイングランドを分かってる枠がね、そうあるんですよね。そうそうそう、まあ詳しい説明はまた概要欄から概要欄じゃない、ここに出てるなんか置いておきますはい、ということで、まあ2つ目として、まあクリス選手の特徴を話していこうかなと思うんですけど、まずフェラントーレスで、まあブレイクしたのはまあ今年だかな、まあ一昨年とか、はい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 、去年からもちょいちょい出てはいるんですけど、はい、今季はリーグ戦34試合出場ということで、はいはいはい、まあほぼほぼそうですね、出場して4ゴール5アシストということで、なるほど、うん、まあ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 そうですね、そう20歳ということもありまして、まあ全然悪くない数字はある、まあ物足りないという意見もあるんですけど、まあでもまあ何だろう、まあ、今後を見据えるというの意味ならば、そうですね、20歳で34ゲーム出場というのは非常にこう楽しみですね、うん、うん、バレンシアというね強いチームで経験積めたのは、はい、うん、ちょっとプラスなのかなということで、はい、比較なんですけど、まあ、サネの穴埋め枠ということもありまして、なるほど、まあ、当時20歳のサネと比較しますと、うん、フラウザ全コンペティションで44試合6ゴール8アシストで、ほうほうほう、でサネが20歳の時ですね、はい、42試合9ゴール7アシストと、サネすっげえサネ20歳の頃からねブイブイ言ってたんですよ。でもその頃のサネとはあんまり変わらんと、うん、うん、そうだね、合計すると得点関与がフラントーレスは14、はい、でサネが16ということで、まあでもサネと同じレベルの活躍は、そうですね、まあ大体は現状サネぐらいなので、うん、そうだね、まあ、プラス2年ぐらいすればまあ、15、18アシストとかも見えてくるような選手なのかなと、確かに、思いますね。まあ2桁2桁は達成できそうですね、慣れてくれれば。そうですね、でまあ基本的にバレンシアは右サイドをやっておりまして、まあ左もできるんですけど、はい、やっぱり右の方がどうやらいいらしいということで、まあ結構クロスマシーンになったらしいですね。まあ右利き右サイドですか。うん、縦速い縦突破からのクロス、まあ、ハイライトも私見させていただきたいただいたんですけど、やっぱそういうシーンが多かったということで、はい、まあヘススナワスを彷彿させるような、はい、なんかプレーでしたけど、まあそうですね、右サイドが主な主戦場ということで、はい、左はなんかどうやらフェラントーレスは左をやりたがってるけど、左はちょっと微妙だと、あファンからの声は上がってるそうですね。だからペッパーって左で使いそうだけどな、普通に。そうですよね、まあ、ということでフェラントーレスはこんなとこで、はい、次がアケなんですけども、はい、アケのスタッツですね、はい、過去3試合をちょっと抜粋させていただきたんですけども、はい、
昨シーズンと昨々シーズン、はいはいはい、まあ一昨年と去年ですね、はい、まあ、なんとリーグで38試合全部フル出場ということで、マジで2年連続フル出場を果たしておるということで、まあ怪我には人やん強いということで、すごいね。で、まあ、今季は29試合でねちょっと止まっちゃったんですけども、うん、まあ怪我がちなバックが多いシティにとっては、うんうん、まあ相当プラスなのかなって、こういう面でもね一番重要なところよね、怪我しないっていうところがね、まあ過去遡るとですね、まあ1打の1アシスト、はい、2ゴール3アシスト、1アシスト9が4ゴール1アシスト、1920が2ゴール2アシストということで、センターバックの割に結構なんかアシストがね結構多いんですよねどういう状況でアシストしてるんですか、ね、ちょっとね内容まではちょっとわからないんですけども、はい、とにかくこうセンターバックだからも強引関与できるような、それはね、うん、なんかこうコーナーとかセットプレーとかで、うん、なかなか苦手としてる、うん、そういうところの CB からの攻撃、そうですね、これは嬉しいんじゃないですか、嬉しいところであるんがますけども、はい、まあ特徴としてはまあ UDT 性、これですね、まあセンターバックもできる、サイドバックもできる、まあアンカーボランチもできるということで、はい、まあシティでも複数の使われ方がするんじゃないかなという印象なんですけども、第2の陣容ですか、まあそうですね第2の陣容になりうる存在ということもあって、やっぱりこうパス、はいはいはい、がやっぱり主な特徴でして、うん、身長とか、うん、180センチと上背がないので、はい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 、まあ、なんて言うんでしょう、シティの弱点を補うというよりは、うん、強度の、なるほど、っていう補強になってるのかなと思います、うんうん、はい、はい、まあ続きまして、この使われ方、シティでの使われ方はどうなの、どんな活躍をするのっていうところなんですけども、はい、じゃあトーレスから行かせていただきます。まあトーレスはですね、これちょっと難しいところでして、まあ、右サイドを主戦場にしてたという話をさせていただきたんですけども、右は結構渋滞してるとですね、まあ、マフレーズベルナルド、なんならスターリングも右できるし、フォーでも右できるということで、もう5人ぐらいいるんですよ、できるような、ということで、まあ、右はちょっとパンパンやと、はいはいはい、で左できるやつが逆に使えないんですよ、今はスターリングばっかで、はいはい、まあ、最近はフォーでも使われ始めたんですけども、はい、まあ、フォーでもまだちょっとね、ほぼでスターリングだけの2枚ねっていうのはちょっと厳しいかもしれないので、まあそこにフェラントーレスが入ってくるんじゃないかなっていう感じで、そうですね、まあ、2番手ないし1番手は争う左でっていう形になってくるんじゃないかなと。なんか俺的にはなんかシティって1年目の選手って、はい、なんかこう確たるポジションというよりも、うん、1年目すごいシティって鳴らすイメージあるので、ええ、なんか右左とか、うん、またはチーム状況によっては IH とか、そうですね、はい、そういったところを触りつつ1年目で適性を見抜いていく、うんうん、で2年目以降こう就職先決まるみたいな、そうですねまずインターン行くみたいな、なのではっきり言うと過去の成績云々は、うん、あんまり当てにならない、そうですね、まあ、監督がペップということもあり、ちょっと何が起きるか全くわからないんですよね。いやでも右利き右サイドに置くイメージないけどね。いやでも強かった時はスターリングが右やってたので、あ、まあ、まあ右の出場よりか俺左の方が多くなるんじゃないかなって思ってきますね。右利き左サイドの方が、うん、まあ、今の現代サッカーっぽいし、そうですね、堅実なことも考えると、うん、続きましてアケなんですけども、こちらもここがちょっとね面白いと言いますか、気になるところで、はい、でもラブルって左利きじゃないですか。そうなんだ、アケ左利きじゃないですか。そうなんだ、ダブル左利き CB、 これはありえるよはい、これはなかなかおもろい使い方しますね、質問すると。そうだよね、なかなか左利きで右 CB やるって、右利きが左 CB やることは結構あると思うんだけど、まあでね、左で右っていうのはね、あんま習えないしないし、だからどう使うんでしょうね、か、まあ、左サイドバックで使うかっていうのもあるんですよね。チンチェンコ、メンディあたりにちょっと不満をというか、そうですね、うーん、 CB はどうなんですか、まあ、ラポルテは確定としまして、そうなんじゃない、相方、まあ、ストーンズ、オタメンディ、またジーニョとかっていったところやっぱりちょっと不安定さが、そうだよね、残るようなところだと思うので、まあ、ガルシアはもろもろちょっと右があまり固定できないので、うん、はい、まあ、そこにアケが入ってくるか、まあ、ラポルテの控えないし左サイドバックの控えっていう形の起用が多いと思うんですけど、はいはい、あとはまあアンカーは何時にはいるから、まあ、ギュンもいるし、ロドリもいるし、そうだな、アンカーはやらないとは思うんだよね、まあでもジーニョ対談して、はいはい、ってなったりしてくるとやるかもしれない、ジーニョが言ううちは、まあ、やらないかなと、うん、予想だとどうですかね、
まあ、予想だと、はい、左 CB の控えってところがスタートして、使われ始めてるなら右どっちあるからね、ラポルトとアケが。まあでも大丈夫よ、どうせどっちかいなくなるからどうせみんないなくなるからどうせみんないなくなるんで、まあ勝手に出場機会やってくるはずなんですよやってくるね。まあなので、まあ、使われ方としてはまあそっかな、ね、控えで鳴らしつつ、まあでもやるとしたら俺は右 CB で、うん、右 CB 左ラポルト明け並べたいかなって、はい、そうだね、左利きいっぱいいる方がおもろいね。チーム7人ぐらい左利きまであるからやばいな。ただほんと怪我しないっていうようなアケの特徴は、ね、このシティの CB 事情をだいぶや、こう緩和してくれると言いますか、そうだよ、助けになってくれるじゃないですか。2年連続フル出場って相当だね、相当だよ、リーグ戦なので、まあ相当いい補強なのかなと、はい、はい、思います。はい、ということで、まあ今回の動画、はい、ここら辺にしたいんですけど、まあまとめると、まあでもいい補強しましたね、そのことね、まあ、神補強だと。そうですね、うん、値段もそう、うん、派手さはないけれども着実な、うん、堅実な補強と。まあなアケに関してはまあ適正価格だと個人的には思います。あなた過去の動画でアケ欲しいって言ってますからね。そうなんだよ、俺アケが欲しいと言ってるんですよ、はい、ここに出てくるんですけど、ね、めちゃくちゃ前の動画もうね、やるねまあ総合的に見ていい補強だったということで、はい、まあ、今後のね引き続き移籍期間期待したいなと。楽しみですね、楽しみですね、思います。はい、はい、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、お願いします。 TikTok、Twitter、Instagram 概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。